ちゃんと歩いて歩いて。だってさ、置いてこうね。響くんだから。あんた前世は休館長だろ。ゴキゴッカー。なんで鶏の鳴き真似してるんだよ。そうしたらネナが目を覚ますかと思って。もううるさいよ、寝れないじゃないか。だから寝るな。ほらサタもネナを押してあげてよ。これじゃ授業に間に合わないって。やだ、私さっきマニキュア直したばかりだから。ああ、またそんなことしていけないんだ。別に高速でマニキュア禁止されてないだろ。カビな化粧は慎みましょうって書いてあるじゃん。私ササが高速違反で捕まったら悲しいよ。別に高速違反で逮捕されるわけじゃないし。きっと面会には差し入れ持っていくからね。くんな、てかねえよ、問題なんて。ほら、ねえな、寝ちゃダメだ、寝たら死ぬぞ、歩け。もういいよ、私はもう死ぬ。よし、死ね、ここで死ね。あ、死ぬ。寝るな、起きろ。起きて教室まで帰るんだ。私たち友達でしょ。一緒に帰ろう。あの三人いつ見ても面白いな。そういえば、あの3人から次の授業の売り物を借りたの？うん、そうだよ。一木さん？ああ、ネナから。そうだったんだ。仲良かったんだ。うん、ネナとは特にね。あの三人ってどういう人たちだ？どうって似たまんまじゃん。まあそうだけど、三人とも放送部で、うみちゃんはとにかく元気が良くていつも他の二人を引っ張ってるでしょ。サちゃんはちょっときつめのキャラ作ってて、いつもズババって他の二人に切り込んでいく感じ。うん。ネナはああやっていつでも眠そうにしてて、他の二人に引っ張ってもらってるのさ。そうね。それじゃあさ、あの中で特に誰と誰が仲いいの？え、あの中で特にって二人が？どうなんだろう。特に誰か二人ってことちょっとなさそうじゃない？ほんと三人一セットって感じだし。あ、そうだよね。ほらちゃんと歩く。
右足、左足、右足、左足、右手上げて、左手下げて、右足上げないと。何それ、もう歩けないよ、寝ろ。こら、サザ、邪魔しないでよ。ねえな、歩け。もういいだろ、置いていこう。解散解散。そうだよ、そんなのってないよ、私たち友達でしょ。海のそれもういい、飽きた。友達なら安眠妨害しないでくれよ。けどね、でもユナ去年一緒のクラスだったんだよ。今さらどういう人たちだっけなんて聞くのってちょっと白状さんじゃない。え、そのこの気にしなくていいけどね。あ、ほら急ぐ、そろそろ授業始まっちゃうから。はいはい。Thank you.
しっと。知らないところで準備してこっそりそれとなく知らせるってすごい大変なことじゃない？
っかりになりそう。何してるの。